第2次森保ジャパン初陣日本対ウルグアイの世帯視聴率は 14.8。 登場権の野球 7.5%、 8.1% より高くてはロタ。大きな大会後の代表初陣、大会の走行試合ではなく強化試合、野球、テレビ、侍ジャパン強化試合 VS 豪州の世帯視聴率は9日が 7.5%、 10日が 8.1%。 サッカーのガチか、キリンカップなんて大行な名前つけてるけど、ただの練習試合でしょ。それで 15% 近いなら立派な数字じゃないかな。歴代日本代表監督初陣視聴率トルシエ 18.5、 ジーコ 26、 ナナオシム 17.3、 オカダ 15、 ロクザック 19.6、 アギーレ 13.6、 ハリル 13、 ロクニシの 18.3、 森安一時 12.3。 分割ジャパンコア視聴率は大谷 22%、 三笘久康 14%、 サムライブルー低すぎはロタ。平均世帯視聴率が午後6時50分から10分間が 7.9%、平均個人視聴率は 4.3%、 同7時4分から29分間が 10.4%、 平均個人視聴率は 6.1%、 同7時33分から122分間が 14.8%、 平均個人視聴率は 9.3%。 ドル箱コンテンツだな。大谷 22%、 三笘久康 14%、 サムライブルー低すぎはロタ。